11月23日のトーナメントに向けて、まず現在のコンディションからお聞かせください。そうですね、まあ、練習も本腰入れて始まって、そうですね、はい、これ以上やったら俺どうなんだろう、まあ、どんだけ強くなんだろうっていう、まあ、期待しかないですね、はい、今回はこちらの練習です、公開練習でしたけど、まあ、言える範囲では主にどの場所で今こう練習されてるんですか？そうですね、まあ、ミットとかそういう技術的なことはこのミラサクレックジムを使わせてもらってまして、あとは、まあ、スパーリングでやれば、東京、関東を中心にいろいろ行かせてもらってます。もうまず新しい練習環境になって、まあ、前回8月の試合ありましたけども、まあ、あの試合をちょっと振り返っていただいて、こう感じたこととか、あれからこう修正してやってることとかってのありますか？そうですね、まあ硬すぎるんで、まあ、今回はトーナメントなんで、まあ、戦い方も変わってくると思いますし、まあ、早期決着を目指して、はい、やっていくっていうのですね、はい、やっぱりこの間のクラッシュでは KO が多すぎて、まあ、一番期待されるヘビー級が KO しなかったっていうのがやっぱ心残りなんで、まあ、そういった部分を今回の大会ではしっかり出していけたらなと思っています。まあ、やはりあれですか、今まで戦ってきたイベントと違うイベントに出て、やっぱちょっとこう緊張とか硬さっていうのは正直あったっていうところはありました？緊張はそうなんですよ、いつもすごい緊張するんですよね。僕試合の1ヶ月前ぐらいからウェイツが始まってまあそんな感じなんですけど、今回もうめちゃ全然、まあ、緊張程よい緊張はしてたんですけど、まあすごい最高なコンディションで臨めたっていうのが感想でしたね。まあその
まあ、チームによってこれだけ変わるんだなっていうのを、はい、思いました。じゃあ、あとはまあそれを試合に出すだけというか。そうですね、はい。じゃあ、あれですか、やっぱり自分 の, あのチームというか作って今練習しててかなりじゃあ環境良くてこうあの技術的にもコンディション的にも上がってるというのは感じますか。そうですね、はい。まあ、練習環境がやっぱり一番に変わったっていうのが、まあ、自分の成長を感じられている部分ですし、そうですね、まあ、スパーリングパートナーであったり、そうですね、まあ、あの指導陣、まあ、そういった部分でもやっぱりそうですね、大阪とは全然違って、はい、すごい恵まれてるなっていうのを感じています。そして今回はもう K1 のトーナメントに参戦が決まって、あの先ほど少し雑談でお話しましたけど、まあ、地元でもこう取り上げられたりとか、周りの皆さんの反応とか、それとも地元の皆さんの反応というのはいかがですか。やはりそうですね、まあ、K1 ファイターといえばみんな知っているんで、まあ、そういった部分で、なんですか、まあ、説明がしやすいというか、で、まあ、私の知人であったり、まあまあ、その方々が私を紹介するときも、まあ、K1 ファイターって言ってもらえるので、まあ、みんなに通じるというので、すごい認知度だなっていうのは感じてます。昔から例えばあの岩下選手のことを知ってる方とかは、まあ、いよいよ K1 まで来たかとか、やっぱりここまで来たかみたいな、そういったお激励とかってありますか。まあそうですね、まあ、そういった声もあるんですけど、やはり、まあ、K1 に上がることが夢ではなく、うん、K1 で優勝することが夢なので、まあ、やはりその部分で、まあ、自分が何ですか、まあ、満足しないようにと言いますか、そういうふうには思っています。もうそしてトーナメント1回戦はまず、ロイヤル・マナートと試合が決まって、まあ、改めてロイヤルの印象と、まあ どんなこうイメージを持って戦おうと思ってますか。そうですね、まあ、とりあえず、まあ、長身ということで、まあ、自分よりでかいっていうのが一番のポイントなんですけど、まあ、ただ、まあ、その前回のコメントでも話したんですけど、まあ、一番、まあ、やりやすい相手というか、まあ、自分が1回戦やりたかった相手なので、まあ、そういった部分ではそうですね、まあ、自分と噛み合うと思っていますし、まあ、十分にあの勝てる可能性も、まあ、勝つんですけど、はい、そういうのは感じています。やりやすいっていうのは簡単に言うと、こう他の外国人とかと比べるとなんか自分と手が合うというか、こうか、まあ、勝つ確率が高い。そうですね、まあ、試合を見ても、まあ、ほとんど KO ではなく、まあ、判定がありますし、まあ、スタイル的には自分とも似てますし、 そうですね、まあ、その辺で、まあ、彼にないものを僕が出していければ、まあ、十分に勝てるとは思っています。そのトーナメントなので次の準決決勝の勝ち上がりとか、まあ、戦いで相手っていうのはなんか想定されてますか。そうですね、私の中では、まあ、やはりエルボーニ選手が、まあ、優勝候補だと思ってるんで、まあ、ただやはり光一選手もただでは終わらないと思うので、その辺はしっかり削り合いをしてくれて、まあ、あとはあれですよね、トーナメントなんで、まあ、その辺の、まあ、ダメージとかもあると思いますし、あとはそうですね、実力と、はい、まあ、実力がものを言うと思ってます。決勝はいかがですか。決勝はそうですね、誰が日本人でできれば一番嬉しいことなので、まあ、上原選手もしくは圭司選手とできれば、まあ、盛り上がりますし、やはりね、まあ、上原選手もやったことがないので、なんかこの人の会見で結構、まあ、僕はあんま気づかなかったんですけど、結構言われてるみたいだったんで、あ、俺に言われてたんだって感じだったんですけど、まあ、まあ、その辺で、まあね、やっぱり日本人対決が盛り上がるんじゃないかなと思ってますんで、上がってきてほしいですね、はい。あの場面では特に何もあんま思わなかった。周りが言われて、ね、終わってから俺みたいな感じだったんで、そうですね、まあ、はい。まあ、でもそれは例えば武器にしても、だから上原選手は、まあ、今まで接点なかったですけど、K1 のヘビー級とか同じ日本のヘビー級のトップでやってきた選手で、まあ、なんか戦ってみたいとか純粋に興味あるっていうのはありますか。
そうですね、まあ、やはりこう、まあ、以前から同い年っていうのと、で、まあ、僕も一応高校球児だったんで、まあ、そういった部分で、まあ、関連する部分が多くて、まあ、一応接点はないながらも意識はしてきてたんで、ただまあそういう中でこう、まあ、戦い方であったりこう彼に対するイメージっていうのを、まあ、常に持ち続けてたんで、まあ、試合で決勝で当たってそういうのが出せれば一番いいですね。会見だったりインタビューでも何度も言われてると思うんですけど、改めてこう K-1 のトーナメントで優勝することだったり、 K-1 のこうベルトっていうものに対しての思いというのはいかがですか？そうですね、はい、私が結構インタビューとかでも話させてもらってるんですけど、まあ、鹿児島県の喜界島っていう、まあ、人口7000人ぐらいのちっちゃい島出身なんですけど、まあ、やはりそういったちっちゃい島から、まあ、そのちっちゃい島の島んちゅが、まあ、世界一になるっていう、そういうことを証明したいですし、やはり島の人らにとってもそれが大きな勇気にもなると思ってますので、そういったものをみんなに与えられて、もっとなんかみんなのやる気を誘えたらなと思っています。はい、あれなんですよ、大体その喜界島の方はあんまりこう例えば状況とかせず、こう基本的にこう島で皆さんあんま行く人は少ないですか？まあ、どっちかに分かれるんですけど、結構島の人だってこう優しさがすごいあって、やっぱりこうよそ行っても、まあ、すぐ帰っておいでよみたいな、そういった雰囲気があったりもするんで、だからどっちかですよね。だからそれを聞かずにこう残るか、それかまあ帰っていくかっていう、どっちかだと思うんですけど。でもそれプラスやっぱり岩下選手自身もやっぱ格闘技始めるきっかけが K-1 でっていうのも言われてましたし、個人的にもやっぱその K-1 のベルトっていうものに対しては思い入れが強いんですか？そうですね、はい、私が格闘技始めたきっかけがその K-1 に、K-1 を見て、まあ、ここのリングに立って優勝したいっていうのが一番のきっかけだったんで、その部分で、まあ、今回そのチャンスが巡ってきたんで、3回勝ってしっかりベルト巻きたいと思ってます。まあ、今回の岩下選手は K-1 出場決まって、本当になんかたくさんの人たちが岩下選手に期待して注目もして応援もしてると思うんですけど、そういった人たちにはなんかどんな試合を見せたいですか？そうですね、まあ、とりあえずは、まあ、結果ですよね。まあ、会見でも言ったんですけど、やはりこう日本人ヘビー級ってなると、まあ、どうしてもこう外国人に勝てないっていうのがあったんで、あ、また上原選手に怒られたな、すみません。まあそういうのがあったんですけど、まあそれを払拭するっていうのは、はい、まあ、僕の役目だと思ってますし、で、日本人のヘビー級でもやっていけるっていうのを、やっぱり日本の多くの人らに分かってほしいですね。はい。